着サンフレッチェ広島柏吉に密着してみたという企画やるオフィシャルでお願いします。監督との密着来ました。怒られちゃいました。何を話したんですか。何を話し怒られましたよ。いじりすぎだって、いじりすぎだって怒られ注意されちゃいました。監督をいじりすぎだ、監督をいじりすぎだって強いそうですけど、ね、今日の練習は今日の練習ですか。いい練習できましたよ。オフ脇から、まあ、この映像見てくれれば分かると思うんですけど、いい練習してましたよ。オフ脇からバチバチと。これで密着終わらないですかね。ちゃんと家まで密着してください。これからの予定は、これから予定、そうですね、今の間に一緒ですかね。3時半から3時に行かなきゃいけないんで、一回家帰って、あのちょっと銀行とか の手続きがあるんで、はい、じゃあまたその時に、はい、お願いします。忙しいんですよ、サッカー選手は。
お疲れ様でした。今からどこに行かないの？いや、ちょっと今からRCC の方に、ちょっと今生の方に出るんで、はい、ちょっとこれ家なんですけどね、ちょっとみんなに教えたかったんですけどね、ちょっと遠目でね、分からないようにしてきますわ。あ、見てください、これ趣味でね、ガーデニング僕これ植えてるんですよ。見てください、これイチゴ育ててるんで、はい、これね、イチゴほらなってますよ、ほら。これ食べるんですか？これ食べますよ。あ、ここほらで、これね、花植えたんですよ。やっぱね、心が安らぎますからね、やっぱね、はい。じゃあ行きましょう。行きましょうね。じゃあ行きます、 RCC に入りましょうか。ここね、 RCC。あ、もう回ってるんですか？え、回ってるんですか？もう適当っすね。行きますよ、タイル。どこまで飛んですか？いや、いい天気ですね、今日ね。え、もうちょっと苦手なんで俺、こういうテレビとか。ちょっと人選間違えたんじゃない、テレビ。何しろ1時間半も出るから緊張しちゃって困る。もうね、汗かいちゃって絶対してないですよ。もういや、本当にどこですか？こっち。あ、どうぞ。また帰ります。いや、緊張するなね。飲み物どうされます？飲みますか？ビールで。いや、緊張してないです。え、緊張をほぐそうかなと思って、アルコールで。いや、お茶でいいっす。お茶で、すいません。冷たいのでいいっすか？冷たいで。あれです。え、なんかサンフレッチェのプレーの尺とかはないですよね、今日ね。あ、ないです。ないですよね。あの、すいません、ないです。いや、サッカーの尺ほぼないです。いや、いいです。てか、ないですね。ないですね。逆にすごいですね。すいません、何しに行くんだってみんなに言われましたもん。本当にないです。いや、今日そういうのないよねっつって。いや、コメンテーターみたいな感じだから今日は。いや、柏選手の紹介部位が、はい、あるんですか？一応あるんですけど。あるんですか？52秒はあるんですけど。そんなにあるんですか？あの、サッカーしてるシーンは20秒ぐらいしかないです。マジっすか？それもう完全にこの前のあのコーナーのシーンで、そう今生ファミリーを押していく映像でしょう、それ絶対。そうですやばいっすね。なんでちょっとサッカーは一番最後にちょっと一言言ってもらえればぐらい。最後に一言、はい、あとはもう普通にコメンテーターとして、はい、その、ね、ごめん遊ばせみて、あーみたいな、あー今のダジャレ見ますねとか、ワイプで、うわーワイプでね、うわーみたいな、うわーみたいな手がいいっすよ。そうですこんな感じなんで。フリーやばくないですか？芸人の枠？プロデューサーの高重です。高重と申します。はい、どうも。すみません。はい、いつも番組を応援していただき、はい、ちょっと高重と申します。はい、ありがとうございます。また。ありがとうございます。今日2回目なんで、あと8回いけるように。この前10回公言したので。あ、ここ飲み屋さんで。まだまだですよ。はい、2分目ということで。はい、ありがとうございます。ちょっとまた。メイクになったら呼びに行きます。今日なる方いないですよね。なるほどです。2回挨拶しようかな。何のチェックですか？いや、なるほどの挨拶しよう。話はいいかもしれないんで、もうでもそんな感じだったらね。え、三滝さんの人。ああ、三滝さんのシェフね。はい、何さんだっけ、名前がどうだったの？昨日調べたんだよ。今日だって豚ロースのごぼうソースだよ。すげえ詳しい。僕も把握してない。してない。僕も把握してない、すいません。え、番組担当が料理確認把握してないのに俺しちゃってていいのか。ほんとすいません。多分そうだと思います。なんか見れますよね、ネットで。あ、見れます確か。鈴木先生料理何でした？豚ロースのごぼうソースになった料理は。あ、それ柏選手今日言ってもらおうと思ってるんですよ。何を？この後は鈴木先生なんとかなんとかを決めます。豚ロースのごぼうソースですって。あ、すげえ。豚ロースのごぼうソースって見たら、ね、だからチェックしましょう。応援中？応援中今？応援中です。もう挟んでくれたら今めっちゃ大山さんこっち見てたけど余裕あるね、やっぱ。柏田さん入ります。めっちゃ見てましたよ。ガチなやつじゃないですか？ガチなやつです。ガチガチなやつじゃないですか？それです。セットしてきますよ。いい感じです。専属の。あ、そう。お店で？いや、びっくりした。家で。なんだ、奥さんが元美容師なの。あ、じゃあそれは専属ですね。もうあえてちょっと違うの言っちゃっていいですか？いやいやいや、綺麗にセットしてもらってるんで。専属にしてもらって、小見会だったらちょっと奥さんと始まるってなりますよね。え、なんでみたいな。ダメだったのかな。いや、そしたら帰られました。すごい綺麗に。
真っ白でいきますよ、じゃあ真っ白ローランバリに。なるほど、真っ白にします。じゃあ白白くはならないですよね。たぶん汗で調子です。今日でも結構出演長、料理とかも、ね、そうですね。なんかもしかしたら手伝ってもらうかもしれないですけど、大丈夫ですか？いいですよ、大丈夫ですよ。何を手伝います？皿洗いですか？皿洗いとかじゃないです。作る過程でもしかしたら、ちょっと尺次第なんですけど。尺次第？はい。いや、で、まあ、邪魔できないですよ。少なくとも食レポはちょっとお願いしたいと思ってます。鈴木先生の邪魔はできないですよ。いや手伝います。今日、川村が料理担当なんで、青山さんの横に座っていただいて、ですちょくちょくコメントいただくのがあります。キッチンのエースが高まって厨房は尺次第。尺次第ですなんかもうアドリブなんだよな。柏谷選手、家で料理とかするんですかとか多分あるさっき聞いてくるから。聞いてきます。いいフリですね。めっちゃしますからね。あ、ほんまですか。はい、写真見せたいですもん。え、コーナーで写真出したいですもん。そんなにすごい。尺ない尺次第ですね。尺次第。尺作る、その携帯の。え、携帯あるんですか。ありますよ、写メ。え、見たい。見たい。押さえてきます、尺。え、マジですか。ちょっと言っとこう。できるんですか。すごい。結構するですよ。何でもいける感じですか。そうですね。それも見たいかな。すごい。これみたいなのあります。いや、最近ちょっと。デザートっていうか、めっちゃちゃんとすげえ手広い、デザートまで手出すと本物ですね。そうなんですね、めんどくさいですね。なんか分量とかがね、そう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 、ちゃんとしないといけない。難しいんですよ。奥さんめっちゃいいな。ねえ、難しいですよ。助かるって言うでしょ。助かるんですか。助かりますよ。料理一番やってほしいことです。でも洗い物はしないですけどね。まあ全部男性もね。そうですね。すげえ、すごい。トマト作れる男性ってすごい。この前プリン作ったんですよ。あ、めっちゃうまい。すごい、すごい。いいですね、それ喜ばれますよ、絶対、うん、子供が喜ぶんで、やっぱ、うん、今どこも行けないんで。そうですよね、家で遊べること考えますよね。確かに。おいくつですか、お子さん。お子さんは3歳ですね。4月に4歳です。下はまだ1歳いってないんですけど。あ、かわいいですね。じゃあかわいいばっかりですね。女なんで。あ、かわいいですね。プリン喜ぶ。あ、絶対喜ぶ。絶対嬉しいと思う。女子はもうやりたがっちゃいます。そうですよね。一緒にやりたいが勝つ。やりたがっちゃって。いや、パパのハードルが高いからあれですね。料理できる人じゃないとダメになるかもしれない。本当だね。さんたちが結婚する人がね。サッカーできて料理もちゃんとできる人。ハードルは上がるんだ。ハードル上がりますよね。限られるよね。そうそうそう、限られる。サッカーできて料理できるって限られる。そうそうそう。いるんですか、選手で結構料理する人。確かに。あ、なんかタクトさんとか結構やってますよ。あ、そうなんですか。タクトさんもなんかこんなケーキ焼いてました。意外。すごい。あのゴリゴリの体格でケーキを。で、チーズケーキだと思ったんですよ、見かけが。昨日チーズケーキやってましたねって言ったら、ちげえよとか言って、なんかシフォンケーキだよ。そっちかと思って。意外すぎる。本格的。思ったよりふわふわにできたんだよね。絶対いい人。絶対いい人。確かに間違いない。すごい。ギャップすごい。一昨日ドーナツ作ったんですけど、すごい、結構多かったですね。結構な頻度で作られてます。そう、だから暇ってことなんですね。いや要は日々練習もあるわけですよね。いや、そうですね。すげえ。ドーナツもその穴開けるのとか難易度高くないですか？いや、でも肩買ってきたら、うん、買ってきたの、わざわざ100均の方で、すごい、もう子供粘土感覚で、あ、確かにお子さんは肩抜いてたんで、楽しいでしょうね。
少々の街に、あ、その声は前日、はい、ごめんなさい、どうもどうもどうもありがとうございます。カメラ回ったらって言うんそう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 、イエーイ。あ、回ってた、回ってた、回ってるこっちのカメラ、はい、あ、なるほど、そういうことか。ケチをなかったらあれか、ごめん遊ばせなかったか。はい、お待ちしております。よろしくお願いします。お願いします。流れあるんですか？なんか流れでお願いしますみたいな感じです。いや、一応あります。それ顔のなんか、ああ、姿勢良くなったね。いい、いいと思います。あ、すいません。お、素敵。素敵、さすが豊さん。お気に召せば。入れないですね。これまで入れてなんか練習場行っちゃったらやばいじゃないですか。あいつどこ行くのみたいな。この服装でさえ言われるのにこれしてもなんか確かに絶対パーティー系ですよ。なんかの会議みたいに言われますからね。キビジョンソックスと確かに色味がちょっと靴汚いと。いや全然大丈夫です。ちょっと汚れてないですか？大丈夫です。本当？あのセレクトっていうコーナーがあるんです。ニュースがあった後、はい、アヤムさんが新聞見てこう、はい、なんか記事取り上げて喋ってるみたいな。靴の今日のセレクトみたいなやつ。そうです、はい、ありがとうございます。今日のセレクトみたいなやつです。あ、そうです。すげえですね。板みたいなやつ読むやつです。あ、そうです。ね、話が早いですね。本当にありがとうございます。はい、大丈夫です。で、セレクトの時立ってるんじゃないのかな、はい、その間も柏さん座っとってもらって、あ、その時に行けと座っとってもらって、はい、汚いよ。いや、実際僕の方が汚いな。で、コーナー終わって今日は、スペシャルゲストをお知り合いでサンフレッチェ始まったら柏選手ですみたいな、座ってますねみたいな、はい、茶番がちょっとあって、いやもうここ僕の特等席だなと思って、ご自由に喋って。どこに座るんですか？ですね、ちょっと青山さんこう立ってて、こうで、アーサー川村、アーサーさん、はい、あ、一番端っこ。アーサーさんも結構ダジャレ挟みますもんね。挟みます。結構好きです。まあまあ、そうです。小林さんね、小林さんの隣にいただいて、で、ちょっと一言二言喋った後に、はいはい、じゃあこの後は楽屋のクッキングですみたいな。もうクッキング始まるので CM 落ちるんですよ、はい、CM 落ちる前にじゃあ柏選手いつも僕が読むんですがちょっと柏選手今日お願いしますって言ったら、誰が読むんですかいつも？いつも青山さんって言うんです。今週は負けない体に免疫力アップレシピ、今日は豚ロースのごぼうソースを作ります。カンペありますよね？あります。 OK です。で尺も出すんで、なんか今週はこれやってるんですか？昨日もこれやってましたよね。負けない体に免疫力アップレシピ。すげえ、すごい。週でテーマ決めてるんですよ。これをちょっといただいて、で、料理中は座っていただいて。視線判定の第3じゃないの？今日第3じゃないんですよ。そうなんです。鈴木さんなんで。鈴木さん、はい、三崎さんもね。そうそう、すげえ。三崎さんシェフにね、僕より詳しいと思います。で、まあ、料理中にいろいろあって、はい、振られるんで話をして、はい、で、試食して感想を言って、はい、で、その後一回全国ニュースで挟むんですよ。挟みますね、いつもね、はい、そうです。あれで今のも終わったかっていつも思いますね。ああ、そうなんですよ。1月から変えようかなと思って。いやちょっと経ってるともう一回戻るじゃないですか。そうです、そうです、うん、ちょっとだけ我慢して。そういう方式ですね。そうなんですよ、1月からそうなっちゃう。なんか6時台とかもそうですよね。あ、そうなんですよ、ね、すげえ、ちょ、詳しい、ありがとうございます。詳しいですよ、毎日見てるせいなんですよ。信用しないですよ、まだ。いや、してますよ。で、4時台になったら天気が始まるんで、じゃあここの辺は休んでおけばいいんですか？そうです。みんな休んでですか？みんな休んでます。で、天気終わりに続いてはって言ったら VTR、紹介 VTR が流れます。そこで、はい、まあまあいたのに、はい、まあまあいたのに、あれだめ、尺が取れないんですよ、まあ、そういうことね。うまいね、そのやり方ね。そうなんです。で、ここで流れて、うん、まあ、なんか最後お尻のとこがどうなってるかな、今生レギュラーの座を狙う柏選手、今シーズン2度目の出場ですみたいな感じで、あの V が終わるんです。うん、それは柏選手、レギュラー狙いますみたいなのは分かんないですけど、不敵な匂いですね。はい、で、
で柏選手が一番好きなコーナーだというこのコーナーですみたいな感じでごめん遊ばせが始まるんで、あとはもうバイバイショーってのがあって、で最後長いんだな、3時半から5時ってまあまあ長いし、4時50分までですか、家でだって3時半からソファで5時まで寝て結構長いですよね。長いです長いです。最後まあファンに一言みたいな感じでこう一言言ってやっとそこでそこでやっとそこで本業そうサッカーの話でもないです本当すいませんやっとね終わりに来てね本当にコメンテーターみたいなのになってるんで、はい、それこそカーターってこと、あーアサビなどアーサーかカーターか、あーカーターって誰でした、柏のあーそういうことですよ、やばピンとこなかった、すいません全然ね本当すいませんキレがないキレがないねっていう感じです。で終わり、終わりです。だからまずはちょっとどっかでマイクつけるといいですか、マイクつけて、料理はもう流れで流れでもうやるかやるかどうかちょっとまた直前に聞きます。はい、この後の CM までにここ何秒で言うとかあるんですか、ない、あんまりない、あります、8秒で、8秒もあるの難しいじゃないですか、練習しておきます、ちょっとあっちがカメラだと思ってちょっと練習しておきましょう、僕はアヤンさんやるんで8秒あるんですよね、8秒あります、大丈夫ですよ、これよりね、今週は負けない体を、体に、あ、もうダメ噛んだら噛んだらいいじゃないですか、逆にいいです、それはそれでいいです、今週は負けない体に免疫、免疫、免疫力があって、だってカンペ見ればいいじゃないですか、もうカンペずっと見てくれ、すごい、あっちカメラ、カンペこうやって出す、じゃあ、今日は続いてラクーンクッキングなんですけど、いつも僕が振ってるんですけど、今日はせっかくなんで、柏選手、じゃあお願いします。今週は負けない体に免疫力アップレシピ、今日は豚ロースのごぼうソースです。鈴木先生いっちゃって、ぴったりぴったりぴったり、さすがで噛みますよ本番は今の感じでお願いします。鈴木先生いっちゃってまで入れば、いっちゃって最高ですよ、いっちゃってで8秒いっちゃってで8秒、ちょうど8秒今ちょっと足りないなと思って、すごいですよすげえプロいや、そんなうまくいかないと大事です。いやいや、もう、期待します。大丈夫ですか、サンフレクラブ的には大丈夫ですか、クラブ的には何でも OK です。あ、本当ですか、はい